さあ、今日も元気に立って打ち込んでいこうか。皆さんどうもこんにちは、リングフィットネスクラブのお時間です。大本もね、どういうマップをするかなんてね、大体あると思うんで、またやったっていいね、全部開けていこうか。はい、1回目、はい、OK です。ちょっと軽くしてみようかな。ちょっとね、ちょっと辛すぎたんで、そうですね。僕たち2個ほどね、ちょっとね、下げていこうかなと思います。はい。軽くなっていったらね、変えようかなと思うんですけど、とりあえず夜の国をね、しっかりやっていきましょう。はい。はい。ここですね。行きましょうか。じゃあゴールを目指そう。 OK。 とりあえずね、ここら辺に関してはもうね、沼かで走っていけばいいと思うんで、水の中では太ももを高く上げると早く進めるよ。なかなかね、大事があるんで、ちょっとあれですね、走っていきながら、いい、ね、狙いにくい時は照準がずれてるかも。僕を下に向けると元に戻せるよ。さあスキルを選んで、アークホップ OK。 スコップでいきましょうか。はい、 OK。 よし、動こう。はい、広範囲の筋肉を使う運動だよ。膝は前に出さずにもっと腰を落とそう。これ本当さ、いい感じ。こうやってなんかでもあれだね、これ腹圧を2に下げましたって言ってさ、やっとなんか変わった。これなんかあんま変わった記憶がないんだけど、これ気のせいかな、なんか変わった。マジこれ、プラスボタンを押そう。なんかあんま変わった気がしないんだけどさ、気のせいかな、本当に変わったかな。ちょっと待って、いやこれさ、変わってる、これあ、待って、間違えた。 OK。 よし、動こう。変わったのかな、すごい。変わったような、変わってないような。え、何だ、変わったんでしょうね、これ。オッケー、はい、いける、その調子、いいね。スクワットの結果こうやって見るとしんどいな、だいぶなんか前よりちょっとなっていったのかなって感じがしますけどね。でもなんかオッケー、あと3回、いいよ、オッケー、いける、ラスト1回、よっしゃ、オッケー、気は抜かないで、いいね、復帰ガード、オッケー。はい、押し込むとき足は軽く曲げて、 OK、 コピー使えてるから OK、 ナイス。スキルを選ぼう。はあ、技どうしようかな。バンザイプッシュ、バンザイプッシュいきましょうか。両腕を受けるの OK。 よし、動こう。息を吐きながら、はあ、押し込もう。よっ、結構もう、いや、ちょっと楽になったかな、楽になったのかな、これは。いいね、あんま楽になった感じがしないけど、いいよ、もしかしたら楽になっているのかもしれませんね。素晴らしい、OK、いいね、
あのこれで多分今回決めきるね、これは。いいよ、 OK、 いい動き、いいね。まあしっかりとね、いいよ、決めきっていますよ、これは間違いなくね。よし、よし、いい、頑張れ、俺の体だ、無駄ね、もっと、はっ、その調子、よし、OK、OK、疲れた、何、疲れちまったのか。まだまだ行くよ、スキルを選んで、はい、行くぞ、ポーズ、はい、ゆっくり倒そう、ゆっくりね、はい、ゆっくり戻そう、ゆっくり戻して、肩に力を入れすぎないように、なるほどね、よし、最後まで姿勢を戻そう、お腹のね、あー、そうかそうか、肩の力で上げるんではなくて腕の力でね、こうなるべくこうやって戻そう、オッケー、上げていく、上げていくわけね、はい、オッケー、上を戻ったタイプでいいな、はい、あ、こういうチェックはですね、楽ですね、はい、あの、さ、確かに前ちょっと楽かもしれない、オッケー、完璧だね、オッケー、キッチンガード、オッケー、はい、しっかりと押し込み続けよう、さあ、来い、このガード、基礎抜けるかな、ナイス、俺、しっかり水分も取りない、オッケー、ニューチューチェス、ニューチューチェスやろうか、ナイス座りをして、はい、オッケーです、行くよ、はい、膝を曲げるときはお腹に力を入れよう、なるほどね、お腹に力を入れて、よし、オッケー、いい動き、いい、いいぞ、これは気持ちがいい、やっぱり運動するっていいね、気持ちがいいですね、ダメージがなんか前より多くなったな、よしよし、よし、そんな気がしませんか、やってる感じね、俺はそんな気がしますけどね、いいよ、はい、いいよ、はい、ナイス、オッケー、素晴らしい、 あと1回かな、はい、あと2回、ああまだ、はい、え、走るか、汗が輝いてたよ、ビューティフル、え、いいね、確かに頑張ることは悪いことじゃないからね、お、レベル上がったね、いいね、ハゲテプッシュ、リングを下に抱え押し込む、はい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 、ちょっとしようかな、はい、よし、はいはいはい、はい、経験ちゃんとゲットしながら、待って、オフカブラメ、待って、なんか、あ、あれが、あれが取れちゃった、え、ふい、あれ、あ、持ち方が分かった、ふい、よし、え、青毛とベルト、早速新しいやつ一回やってみようかな、下げてプッシュ、銀行の下に下げるように、はいはいはい、超えればいいのか、え、はい、オッケー、こうやってね、押し込めるの、あー、はい、あ、こうやるのか、よしよし、ちょっと楽めなのかな、これは分かんないけど、素晴らしい、うん、バストアップですか、いいよ、これをやると皆さんも憧れのですね、誰ですかね、バストに関してはな、いいね、ムキムキの人が大きくて小さい人もね、なんかもう、まあ、憧れがありますからね、なんか一概になんかこれがいいですよねっていうことをなんかこう言いづらいからなんでしょうね、皆さんもね、代表筋を鍛えて、憧れのボディをね、いいですね、いいですね。まあ、自分はそうですね、まあ、憧れのボディってやっぱりアーノルド・シュワルツェネッガーぐらいのね、
代表を目指すね、ボリングフィットネスクラブをやっていこうかなと思ってるんで、はい、こういう感じですね、俺は。はい、ね、すごいぞ、すごいね、はい、よし、え、さて、あ、オッケー、はい、いけるいける、ね、オッケー、はい、いいよ、はい、オッケー、どん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 やっていくよ、はい、あと1回、はい、オッケー、ね、あ、来い、腹筋ガード来い、はー、うーん、ベストチョイス、オッケー、ハートが少ないよ、気をつけて、ほんと、じゃあ次どうしようかな、じゃあ一度ポーズしようかな、あ、上か、間違えた、ポーズもそうそう間違えた、はい、はい、ゆっくり戻そう、ゆっくり戻すといいね、つま先は正面に向け平行に、なるほどね、もう少しゆっくり動こう、ゆっくりね、オッケーオッケー、うーん、オッケー、確かに足のつま先から太ももにかけてなかなかの初期やが、このゲーム来やがるぜ、はい、あ、こういうの大事だよな、でも本当に、よし、よくやりきったね、オッケー、はい、ボーッとしているよ、本当、ハートが少ないよ、気をつけて、あー、じゃあ最後はどうしようかな、めっちゃしんどいと思うやつやらないとね、やっぱな、あ、これでしょ、今求められているもの、さあ行くよ、はい、硬い床の上で行うと腰に良くないよ、オッケー、そうなんですよね、いい動き、今ね、もうマット引いてね、やってますね、これ、はい、マット大事だなと思いますよ、ほんと、よし、よし、ここで押し込んでいくで、はい、あと何回だ、あと8回ぐらいか、いや、これ本当にしんどくね、なんかこう姿勢のいい悪いっていうのがやっぱり自分のキャラでだいぶ分かるから、そう考えるとね、まあいいあれにはなるよね、オッケー、いやー、もうこれは8回どころじゃねえな、10回ぐらいあんな、はい、ペース上げていこう、上げて、はい、よしよし、これよし、はい、頑張れ、あと何回じゃ、いや、刻むね、もう刻みのりと一緒、オッケー、本当に、あと5回、あと5回、いいね、でもだんだんもう元気もなくなってくる、それとも、あ、押した、たくさん動いたね、確かに結構動いた気がする、オッケー、オッケー、レベル上がるか、まだ上がらないのか、オッケーオッケー、あ、走っか、オッケー、したね、オッケー、はい、バイト誘着しながら止めていきながら走っていこう、間違えた、あーなんか沼のとこ飛ぶの悪くなそうだな、こうやって見ると、はい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 、うん、いいね、うん、いいね、はい、オッケー、お、ここにあったのか、箱、なるほどね、オッケー、岩か、厄介だね、なに、お腹を押し込みキープ、オッケー、はい、そのまま僕をお腹に押し込み続けて、どういう感じなんだこれは、頭を歪めてる的な、こういう感じなのかな、これは、オッケー、はい、経験値をしっかりと取っていく、そして走って走って、これはビクトリーまでまっすぐ行けるショー、ゴール、ゴール、イエス、ビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう、あるか、よし、
オーケー、上がってくれ。腰を下げて、スクワット、腰を下げて、溜めて、溜めて、え、下がったらいいんですけど。オーケー、え、ここで、なんでなんで、ちょっと待って、あったあったあった、よし、バトリー。はい、調べましょうか。右手の親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう、はい、測定しています。そのまま動かさないでください。どんな感じになったんでしょうね。いや、結構いい運動だったんじゃないですか今日は。なかなか運動としてはまあ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 って感じで、あ、そうですよね、 OK、 ちょうどいいということでね、最高。あ、この感じ頑張っていきましょう今回も。はい、これ何が変わったんだろう、本当に何が変わったんだろうね、これね。やったね、ハートが増えたけどさ、マジで何が増えたのかさ全然分かんなかったわこれ。はい、タロコあるよ。ちょっと見ていこうかな、最後に。じゃあタロコ、フォーマー続けて、はい、これかな、 OK。 何があるんだろうな、150、おー、お金だ、嬉しいな。よし、まあじゃあ今日はこの辺かな。はい、今日はここまで、こんな感じで置いておこう。はい、お疲れ様でした。はい、今日の運動、はい、まあ、そんなしなかったねまあ、1日1回ぐらいと思えばね。はい、まあ、そうだね、ストレッチ大事だよね、やっとこう。それでは、スタティックストレッチを始めます。はい、リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。あ、確かにストレッチも大事だもんね。足を広げて両手を上げ、はい、左の手首をつかみます。はい、オッケー。手首を引きながら、ね、体を右に倒し、体側を伸ばしていきましょう。ね、こうやってね。体を戻して手を入れ替え、反対側に倒します。はい、オッケー。右手の手首をつかむね。次はオッケー。まあ、ここでまあ順番だもんね。無理をしない程度にゆっくり伸ばしましょう。確かに無理をしてなんかこうね、体を壊すのが一番ダメだからね。ゆっくり体を戻します。はい、両手を上げて左肘をつかみます。両手上げて左肘をつかむ、はい、OK。肘を下に押し込みながら二の腕を伸ばしていきましょう。二の腕を伸ばす、ああ、こういうことね、はい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 。反対側も同じように行います。ああ、ナッツか。早くナッツなんて食ってねえな、そういえば。呼吸を止めずにゆっくり伸ばしていきましょう。ゆっくり伸ばしていけばいいんですね。はい、わかりました。伸ばしていきます。ゆっくり体を戻します。はい、オッケー。右足を前にして足を交差します。右足を前にして、ね、足を交差します。体を前に倒し、左足の後ろ側を伸ばしていきましょう。あ、なるほどね。痛い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 。このままもう少しキープしましょう。これ一番きついけど。体を起こし、足を入れ替えます。体硬いからだ。なるほどね。足を入れ替えればいいよね。OK。指先を後ろ側の足に近づけていきましょう。足の、ああ、なるほどね。これ痛たたたたた。ゆっくり呼吸しながらキープしましょう。痛い痛い、これ本当。ゆっくり呼吸をしながら。腰から順番にゆっくり体を起こします。右足を前に出して腰に手を当てます。右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。ああ、こういうね、はい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 、まあ、これはまあ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 よくやる運動ですよね皆さん。足を入れ替えます。はい、足を入れ替えます。OK。ああ、足を入れ替えて、重心を前に移し、反対側も伸ばしましょう。はい、伸ばします。ああ、いい運動だったこれ。あ、ストレッチも大事だね、こうやって見るとね。ゆっくり体を戻します。オッケー。
手を後ろに回し、左の手首をつかみます。はい、つかみました。手首を右に引きながら、首を右に倒していきましょう。手首を右に引きながらね、OK。いや、効くね、この運動。首を戻して手を入れ替え、反対側も伸ばしましょう。反対側も、ね、腰だけを倒さないように注意しましょう。はい。OK です。ではなくて、首と手首を引っ張れば確かにね、やってもらえれば。ゆっくり体を戻します。OK。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。今日も。お疲れ様でした。あ、今日もピッチ。はい。痩せとにかく糖質を取らない。ああ、そうよね。よくあるよね。はい。糖質って取らない方がいいの？全く取らないダメ。糖質制限ダイエットの流行で、目の形に足りながちな糖質ですが、糖質は体の主要なエネルギー源なんですよ。特に脳の活動には必須です。エネルギーが不足した体は体内分を得るため筋肉の組織を分解してしまうのです。これでもせっかくのトレーニングが台無しですよね。糖質の取りすぎは健康に良くないですが、全く体内に問題があり、適切な量の糖質を取りに心がけましょうということです、皆さん。ご飯食べないっていうのダメなんでね。はい。はい。いや、ちょうどよかったよ。はい、OK です。はい。ございましょう。さよなら。はい、皆さん、今回は見ていただきありがとうございました。今回は。いやー、これ1日1回でもうなんかお腹いっぱいですね、俺は。皆さん、またよかったら見てください。お疲れ様でした。ミントスでした。今日のリングフィットアドベンチャーは終わりです。またね、バイバイ。